SB 本引きカレー。なるほど、これはスパイスだ。クミン、コリアンダー、カルダモン、クローブ、ターメリック、ジンジャー。スパイス、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 スパイス。初めてのうまさと香り、まさにスパイスを食べるカレー。一緒にどう？ SB 本引きカレー。あ、おかえり。お腹空いた？すぐ作るね。鶏肉と玉ねぎしかないけど、でも本引きカレーがあれば。どう？すでにうまそうでしょ。今日はどういう日だった？なんて話してるうちに出来上がり。美味しいよ。 SB 本引きカレー、すごい美味しかったです。スパイス本当ガツンとくるし、漂うというか香りがするじゃないですか。その香りもこのスパイシーさというか、うん、だからで一口食べても鼻から抜けるスパイスの感じというか、すごい美味しかったです。うん、結構食べました。カレー食べたい。カロリー気になるだよね。でもこれなら大丈夫。ここで本引きカレー、うん、とっても美味しいのにカロリー控えめなんだって。お待たせ。 SB 本引きカレー。新しい環境に身を置くことが結構増えてきたんですよね。例えばあんまり今まで自分でやったことなかった時代劇だったりとか、なんかそういうのはすごく刺激的な日々になるだろうなっていう楽しみはありますね。この酒焼きを作ったこともないし、この例えば刀刺してとかっていうのも初めてなんで、まあ、それはすごく楽しみだなと思うんですね。お昼何食べたい？え、おいしいもの？手羽先と本引きカレーあったよね。そして揚げる。パウダールーっていろいろ使えるんだよね。出来上がり。どっちにしようか。 SB 本引きカレー。こう日常に寄り添うような素敵な CM になってると思います。映像からでも香りが漂ってくるような、素敵な美味しそうな CM になったと思うので、ぜひ楽しみにしてください。 SB 本引きカレー。なるほど、これはスパイスだ。クミン、コリアンダー、カルダモン、ジンジャー。スパイス、スパイス、スパイス。初めてのうまさと香り、まさにスパイスを食べるカレー。一緒にどう？ SB 本引きカレー。